第3代アルベマール伯爵ジョージ・ケッペル中将は、グレートブリテン王国の貴族、軍人。7年戦争中の1762年に、ハバナを占領したことで知られる。1754年まで、バリー死爵の儀礼称号を使用した。第2代アルベマール伯爵ウィリアム・バン・ケッペルと、アン・レノックスの息子として、1724年4月8日に、生まれた。 1738年2月1日に、コールドストリームガーズの演奏員としての事例を受けた。あと、1741年4月25日に第一王立竜騎兵連隊の注意に昇進した。1743年4月14日に再び、コールドストリームガーズに移り、1745年5月27日に、中佐に昇進した。同時期には、 カンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタスの a イ・コールドカンを務め、オーストリア継承戦争のフォントノアの戦いと1745年ジャコバイト放棄のカロデンの戦いに参戦した。カロデンの戦いでは、ジャコバイト軍のハイランド兵士が軍営まで押し入り、政府軍の兵士からマスケット銃を奪うと、ケッペルの派手な服から彼をカンバーランド公爵と勘違いして、 至近距離で銃撃したという逸話がある。戦後にインバネスからカイロでロンドンに向かい、カロデンの戦いの知らせを届けると、国王ジョージ2世から1 0ポンドの報奨を与えられ、ジョージ2世のエイコールドカントカンバーランド港の進出自重に任命された。同年にチチェスター選挙区で庶民委員議員に当選1749年に、 貴族院に移籍するまで勤めた。1749年11月1日、第20不評連隊長に任命された。諸城の教習、ジョシュア・レノルズ作。1754年に、父が死去すると、アルベマール伯爵を継承、同年に、第三流帰兵連隊に移籍した。1756年に少将に、1759年に、中将に、昇進。 1761年に、スーミツ顧問官とジャージー総督に任命された。ジョージ・ジャーメインの軍法会議にも関与し、ジャーメインに敵意を向けたという。1762年3月5日、遠征軍1万人を率いて、サー・ジョージ・ポコック帝徳の艦隊で、ハバナ攻撃に向かった。攻撃は7月30日に、モロ城を占領したことで勝利に終わり、アルベマール伯爵は、 葬式官として12万2000ポンドの戦利品を得た。その後、1763年2月に帰国した。1764年12月にバス勲章を、1771年7月にガーター勲章を授与された。政治では自由主義的であり、王室婚姻法に反対したことで知られる。1772年10月13日に48歳で死去。 ノーホークのクイッテナムで埋葬された。1771年、ジョン・ミラーの娘アンと結婚、一難を設けた。ありがとうございます。